皆様こんにちは。今回はね、やっぱ秋の味覚の王様松茸をね、焼き松茸にして食べちゃいました。一応ね、松茸のね、あの下処理の方法とね、今回は簡単にオーブントースターで作る焼き松茸の作り方を紹介させていただきました。それではね、最後までよろしくお願いいたします。それではね、材料紹介していきたいと思います。今回はね、オーブントースターで焼き松茸を作るのでね、もうもちろん松茸とお塩、今回岩塩を使います。もう量はね、適量です。あのお好みで塩加減は調節してください。まずはね、松茸の下処理をしていきたいと思います。一般的にね、松茸はね、砂とかがついているんでね、これが食べた時に口に当たるとね、食感を損なってもう残念な気持ちになるんですけど、松茸はね、香りがね、やっぱり命の食材だと思いますので、できるだけ洗わない方がいいです。でもね、砂とかがやっぱり気になると思いますんでね、こういうキッチンペーパーなんかを湿らしてください。キッチンペーパーなんかを湿らして、この松茸の表面ですね、あとこの傘の裏の網の部分なんかをね、そっと丁寧に全体的に拭いてください。そうすることでね、細かい砂とか土なんかは取れてしまいますので、もし洗うのでしたらね、もうできるだけ短い時間でさっと洗ってください。はい、こんな感じで松茸をきれいにね、拭いたら石突きと言われる部分ね、ここですね、ここを結構砂とかいっぱいついてる部分なんで、ちょっとそぎ落とすような感じで、こんな感じですね、鉛筆を削るような感じ、ちょっと若い子は分かりにくいかもしれませんけど、こんな感じでね、鉛筆を削るような感じで削り取ってください。これで松茸の下処理は完了です。表面のね、砂や土なんかはね、濡れたキッチンペーパーできれいに丁寧に拭いてください。力強く拭いちゃうとね、この茶色い部分が剥げちゃうのでね、優しくそっと丁寧にがポイントです。こんな感じで松茸のね、表面をきれいに濡れたね、湿らしたキッチンペーパーで拭き取り、石突きの部分を削り落とします。ここまでできたらね、あとはもう切り揃えてお塩を振って焼いていくだけなんですが、まあ今回こんなね、たくさん食べないので保存の方法も紹介したいと思います。まずはね、キッチンペーパー、こちらの上にね、松茸をね、置いて丁寧に包んでください。適当にね、ぐるぐる巻きにする状態で丁寧に包みます。丁寧に包んだ後にサランラップでね、さらにきっちりと覆って包み込んでください。こうすることでね、松茸の香りが抜けにくいのくなるのでね、中に閉じ込められる、少しぐらいならね、保存しておいても香りを保ってくれると思います。こんな感じでキッチンペーパーなんかに包んで、さらにラップで包む。この状態でね、できるだけ空気に触れないようにジップロックやタッパーなどに入れて冷蔵庫で保存しておいてください。まあもちろんできるだけ買ってきたらすぐに調理して食べた方が香りはね、楽しめますので、早く食べる方がおすすめです。きれいに掃除する前にこの状態で保存しておく方が、さらに香りは長持ちしますが、すぐに調理して食べるということを考えるなら、ある程度
下ごしらえしてからでも大丈夫です。それでは松茸の方をね切っていきたいと思いますがね、松茸のね切り方はねもう普通に切るんではなくて裂くような感じで切る方が香りをね強く感じられると言われています。まずねだいたいこの軸と傘の半分ぐらいのところを切っちゃいます。こんな感じで切り込みを入れますね。そしたらねこれをこう手で引き裂くように開いてください。そうすると半分に分けることができます。あとはね同じ要領で食べやすい自分のね食べたい大きさに3等分か4等分ね傘の方を少し切り込みを入れて裂くような感じで切り分けていきます。こんな感じです。松茸をね切り分けたらオーブントースターでね今回は焼いていこうと思ってます。あの魚焼きグリルとかねもう網に乗せて網焼きにしてもいいんですが、オーブントースターで焼く方が比較的簡単だと思いますんで、そちらを紹介したいと思います。まずはねオーブントースターにまあ多分付属されてるであろう鉄板にねひっつかないようにクッキングシートを敷いてください。そしたらねこの松茸の表面にねお塩、このお塩をね軽く振ってください。もうここはお好みで大丈夫です。あの表面はね軽く濡れたキッチンペーパーで拭いているんでね湿っていますんで、あのひっついてくれると思います。こんな感じでお塩を表面にお好みの量を振りかけて、あとはねオーブントースターでもそのまま焼いていきます。それではあとはねオーブントースターにこのまま入れて焼いていきます。はい、焼き時間なんですがね、やっぱ大きさによっても異なりますので、まあ多分ね、5分から10分ぐらいの間で焼き上がると思います。松茸の表面がね、少しちょっと水分が出てきてね、シワシワになって縮んできます。そんな状態になったら食べ頃だと思ってください。5分から10分ぐらい焼けば大体いけると思います。はい、こんな感じでね焼けましたら盛り付けていきたいと思います。はい、完成いたしました。一応ねすだちなんかをね添えて、すだちと松茸の相性はいいと思いますんでね、軽く全体的に絞りかけてね、もう塩焼きにしてあるんで味もついてます。さあ食べてみたいと思います。いただきます。もう今回は手でいっちゃいますね。うん、めちゃめちゃうまい。塩加減も最高でした。やっぱこのすだちのね香りと酸味を松茸と一緒に食べるとめちゃくちゃ相性がいいですね。なんなんでしょうねこれは。多分すだちと松茸は最高ですわ。いやこれはマジで日本酒が飲みたくなってきますね。オーブントースターでねもう焼いてるんでね、意外と失敗しません。いい感じの食感を残して焼き上げることができます。でもう一本いただきます。うん、もうすごいシャキシャキの歯ごたえでめちゃくちゃ美味しいです。やっぱね秋になるとねスーパーなんかにも比較的安いやつは置いてると思いますんでね、そちらを買ってねぜひご自宅でも試してみてください。今回はね、まあ、できるだけ食べやすいサイズに切ってから焼いたんですが、松茸の香りをもっとね楽しみたかったらね、もう丸ごととか半分に切ってとかね、できるだけ大きい状態で焼き上げて、こう手でね裂くような感じ、
あの切るときに説明しましたけど、こう頭を切ってから切り裂くような感じね、ああいう状態にしてね食べる方がね、もっと香りを楽しむことができると思いますが、ちょっと大きさが大きくなるとね、焼き加減とかね、焼きムラがね出てきてね、あのしっかり管理しながら焼かないとね、生のとことか出てきてしまうんでね、もちろん焼けすぎちゃうと美味しくないので、そこら辺のバランスはねずっと見ながら調節して焼き上げるとね、できるだけ大きく焼いた方が美味しいと思います。裂きながら食べる松茸は最高です。ということで今回秋の味覚松茸をね、オーブントースターで焼き松茸にしていただきました。じゃあゆっくり食べたいと思います。ありがとうございました。